皆様こんにちは AWS サミットへようこそこのセッションでは AWS で NFT の開発を始めるための3つのポイントについてお話をします本日のスピーカーは AmazonWebServiceJapan でソリューションアーキテクトをしております石尾とブロックチェーンプロトタイプエンジニアをしております深津の2名でお送りしますどうぞよろしくお願いします このセッションでは主に技術的な観点から NFT についてお話をしていきますソフトウェア開発者の方や NFT を使ったシステム開発にご興味のある方向けの内容になっていますまず最初に NFT のおさらいをした後に NFT を使ったシステム開発を進める上で考慮すべき3つのポイントについて前半でお話しします後半では それらの考慮ポイントを踏まえてどのように AWS のサービスやソリューションを活用できるかについて詳しくお話しします最後に関連事例や開発に役立つリソースをご紹介しますまた本編に進む前に一点お伝えしたいのですがこのセッションではブロックチェーンの技術の基礎や NFT を使ったビジネスについての詳しい内容については使っておりませんのであらかじめご了承くださいでは早速 NFT についてご紹介していきます NFT とはノンファンジブルトークンの略で日本語では非代替性トークンといいううふうに呼ばれていますこれはトークンの種類の一つなんですがそもそもトークンというのは「 既存のブロックチェーン技術を使って発行されたデジタル権利証のことを表していますなおかつトークンというのはブロックチェーン上で取引ができるようになっています例えば最近だとイーサリアムの技術を使ってブロックチェーン上で発行されるものもありますブロックチェーン技術の応用例といえば ビットコインなどの暗号資産を思い浮かべる方も多いかなと思います。ですがそれだけではなくて例えば何かのサービスの会員権だとかデジタルアートだとかそういった幅広いものをトークン化して取引をすることができるようになっています。そのののような背景ががあるるでで例えばデジタルアーートト売買ができるプラットフォームだとか 他にも例えばゲームのアイテムをそれぞれ NFT 化して売買できるプラットフォームを作るだとかそういう応用例がいろいろ出てきていますそんな中で NFT などのトークンをブロックチェーン上で取引するとなるとやっぱり安全に取引をしたいと思うわけですじゃあどうやって改ざんを防止したりなりすましを防止したりしているのかというと その仕組みの裏側では暗号技術が活用されています。特に大事なのが公開鍵暗号やデジタル署名の技術になっています。例えば取引をしているのは本当に私ですということを示すために自分だけが持っている秘密鍵を使って署名をすることで本人確認をしたりします。ここまでで、 NFT というのはトークンの種類の一つでブロックチェーンをベースにした技術だという話をしてきました。NFT の理解を深めるためにここでファンジブルトークンと比較してみたいと思います。ファンジブルトークンというのは代替性があるトークンということになりますがこの代替できるというのは同じだと見なせるトークンが存在するということを意味しています。 例えば、ブロックチェーンの文脈からは少し離れるんですけれども、円のような通貨も代替性があるということができます。例えば、A さんと B さんが1円ずつ持っているとします。このとき、2人がそれぞれ持っているお金の価値は同じなので、2人の1円玉同士を交換しても同じことです。今は円を例に出しましたが、これをブロックチェーンの文脈に置き換えても同じです。 2人のトークンを代替しても問題ないようなものをファンジブルトークンと言います一方で NFT の方を見てみます NFT はこれまでの逆なので同じトークンは存在しないつまり替えが利かない一点物であるということになります C さんと D さんが持つ四角と丸のトークンは異なるものでそのトークンの価値もそれぞれ異なります このような NFT の性質を生かしてデジタルアートなどの実装に使われていますファンジブルトークンも NFT もいずれもブロックチェーン上に取引情報が記録されていくという点では同じですがそれぞれのトークンの性質が違うので記録される情報も少し異なります。 ファンジブルトークンの場合は同じだとみなせるトークンがたくさん存在しているわけなので取引の記録としてはいくつトークンを送ったかという数量を記録すればよいわけです一方で NFT ではそれぞれのトークンは一点ものなのでどのトークンを送ったかという情報が必要で識別紙やメタデータも台帳に記録されます例えばスライドの図では C さんから D さんにトークンを送っていてそのトークンというのは0001番という識別紙でメタデータを見ると名前がアイテム A であるようなものだと言っています。では実際に NFT を活用したシステムの構成を考えてみましょう。NFT を活用できるシステムとしては例えばゲームのアイテム購入の機能。 ですとかデジタルコンテンツの販売システムなどがあるというふうに冒頭でご紹介しましたこのどちらのシステムを実装するにしてもまずは一般的にはご覧いただいている図のようになるかと思います一番左にユーザーがいてユーザーからフロント側にアイテムの購入リクエストなどが送られてきますで処理をバックエンドで行うことになるのですが バックエンド側で求められる機能としては購入処理ができることやそもそもアイテムやユーザーザ情報の管理をすするるとといいう必要もあると思いますそれ以外にも必要に応じて購入の記録などを分析するなど外部のシステムと連携をするような機会もあると思いますそういったシステムを作ろうと思った時にバックエンドの要件にブロックチェーンが本当に適しているかということを 十分吟味していただくことがまずは大事になってきますその上で本当にブロックチェーン内緒や NFT が適していそうだということになればバックエンドのコンポーネントとして例えばこのようなものが必要になると思います購入の取引を記録しておくためのブロックチェーンのピアツーピアネットワークユーザーやアイテムの情報を管理するためのデータベース そして元データを保存しておくためのストレージですここで大事なのは NFT を活用したシステムといってもブロックチェーンはあくまでバックエンドを構成する要素の一つに過ぎないということですそれ以外にもデータベースやストレージフロントエンドなどアプリを構成するさまざまな要素が必要になってきますここで 実際ににシステムを開発してていいこうととすすると気になる気なポイントがいくつか出てきます例えばまずはブロックチェーンのネットワークが必要になるわけですがこれをそもそもどうやって実装したり運用していくかというところが最初の課題かと思いますまた仮にブロックチェーンを実装できたとしてもそこにどんなデータを保存するのかという課題は残ります。 アイテムやコンテンツなどは動画だったり 3D データのファイルだったりとかなり大きなファイルになることがありますこのようなファイルはなかなかブロックチェーンにはすべて載せづらいのでどのデータをブロックチェーンに載せてどれを載せないのかというのは線引きをしてあげる必要がありますまた3つ目のポイントとして「秘密鍵」というキーワードがあります NFT はブロックチェーンの技術が使われていてトランザクションの改ざんを防止したり本人確認のためにデジタル署名がされたりしていてでその中では公開鍵暗号が使われていいるという話をしましまたそのためこのようなシステムを作る時には秘密鍵の管理が非常にに重要になってきますこれを紛失しないようにするにはどうすればいいかというのも大事な課題の一つです。 ここまでお話しした課題をまとめるとこのスライドのように3つありますそれぞれについてもう少し具体的に課題の内容を深掘りしていきますまずはブロックチェーンの実装と運用についてですブロックチェーンそのものを実装するのには技術や工数が必要だという点はもちろんなのですがそれ以外にもブロックチェーンを構成するサーバーやストレージを管理したり 運用したりする手間もかなりかかってきます構築前にサーバーなどのリソース購入の判断をしたりしっかりスケーラビリティが確保できるようにサーバーやストレージを用意したりまた運用フェーズでは各サーバーに対してパッチ当てなどのメンテナンスをする必要も出てきますこれらの作業は NFT を使ったプロダクト開発という観点から考えると プロダクトを支える大事な基盤の部分なのですがかなり手間がかかる作業だということがわかりますまた二つ目のポイントであるデータの保管方法についても見ていきましょうブロックチェーンを活用してシステムを構築するときオンチェーンとオフチェーンという二つの考え方がありますオンチェーンというのはブロックチェーン上でデータを記録したり 処理したりすることを意味していますこのオンチェーン処理ですが記録されたデータが実質的に改ざんされないといういい点もありますが裏側ではピアツーピアネットワークの各ノードが全て全く同じ記録や処理の操作を行っているのでノード同士で分担して作業を進めるスケールアウトするっていうことができないものになっています。 そのため大きなデータはなかなか取り扱いにくいという問題もあります。そこで出てくるのがオフチェーンという考え方でどうしても改ざんされたくないデータ以外はブロックチェーン以外の場所に記録したり処理したりしようというものです。これらをどのように使い分けていくかについてはシステムによって線引きを考えてあげる必要があります。最後に秘密鍵の管理についてです。 NFT のようなトークンを所有したり管理をしたりするということはつまりは秘密鍵を管理することに相当するとお話ししてきましたシステムのエンドユーザー一人一人が自分の秘密鍵というものを持っていて NFT を取引しようと思った時に本人確認のためにこの秘密鍵を使ってデジタル署名をしますこうすることで取引をしているのは 本当にトークンの所有者である私ですということが言えるわけですで、万が一秘密鍵をなくすと自分の NFT の取引はできないですし鍵が盗まれてしまったりすると自分が所有している NFT も全部盗まれてしまいかねないですよねなおかつ秘密鍵の性質上再発行ができないものになっていますこの点も単なるユーザー名やパスワードとは違うので しっかり管理をしていく必要がありますここまでで NFT のシステム開発におけるポイントを3つ取り上げました後半ではこれを実際に AWS を使ってどのようにアプローチできるかご紹介します深津さんお願いしますご紹介いただきました AWS でブロックチェーンのプロトタイプエンジニアをしてます深津です それでは後半の方ですね、前半でお伝えした課題、それぞれの課題について、AWS であればどのようにして解決できるかというところをご紹介いたします。それではまず一つ目です。マネージドサービスによる運用の負荷の軽減というところでお話をしていきます。まあ、前半の方でブロックチェーンを運用すると様々な課題に直面するということはお伝えしました。AWS であれば Amazon マネージドブロックチェーンを使用することで この運用のフェーズについては格段に楽にすることができるようになります。具体的にはマネージドサービスであるためユーザー自身でブロックチェーンのノードを管理する必要はなくなります。またブロックチェーンの性質上一度書き込んだデータは削除できないといったものがありますのでストレージというのはどん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 消費していくことになります。そこをケアするためにもマネージドブロックチェーンであればストレージ部分を自動で拡張するためユーザー自身で ストレージの空き容量を気にする必要はなくなくりますまた、通信に関して、他のブロックチェーンのノードとデータの通信、やり取りをするときに P2P の通信を行いますけれども、こちらの通信の管理についても気にする必要はありません。NFT でよく使用される Ethereum の場合、メインネットの動機がいつまで経っても終わらないなどの問題がよく発生しますが、 アマゾンマネージドブロックチェーンであれば1時間程度で同期済みのノードが利用可能になります2つ目の課題についてですオンチェーンとオフチェーンをどのようにして使い分けるかについてです、まあ、前半の方でも NFT を活用したサービスをブロックチェーンだけで実装するということは現実的ではないということはお伝えしましたではどのようにして使い分ければいいのかということについては オフチェーンとオンチェーンの使い分けの目安に関しては他社とデータを共有する必要があるか対改ざん性が必要かデータサイズが小さいかというところが一つの判断ポイントとなります。例えばゲームであれば誰がアイテムの NFT を手に入れたのか誰にこのアイテムの NFT を販売したのかそういった情報はオンチェーンに記録するデータとなります。 しかし、アイテムの画像や 3D データといったものは容量が大きいため、オフチェーンに記録するようなデータとなります。前半でお話ししたように、NFT を活用したシステムというのは、ブロックチェーンだけで行うこと、実装することは難しいです。AWS であれば、NFT を活用したサービスに、これらのオフチェーンをどのように活用できるかといったところを次のスライドでも見ていきましょう。まずは、ストレージのオフチェーンの活用についてです。 NFT を持っている人にだけダウンロード可能なコンテンツであれば S3 の署名付き URL を NFT 保有者にだけ払い出すことで実現ができるでしょう S3 の場合ですとサービス提供者がサービスを終了してしまうと NFT を保有していてもコンテンツにアクセスできなくなるデメリットがありますユースケースとしては NFT を持っていればアーティストの特典映像を見れるなど NFT をアクセストークンとして使用する場合に利用できるケースになっています。続いて IPFS です。IPFS は AWS のサービスではないのですけれども、NFT でよく使われるストレージであるため、ここでご紹介いたします。IPFS は特性として、ファイルのハッシュ値を URL にする性質があります。1ビットでもデータが異なると、異なる URL となるため、 NFT の指し示すデータの URL と IPFS の URL は常に同じものを指すことができます S3 に配置するパターンとは違いコンテンツを IPFS 上で維持させるのは NFT 所有者の役割となりますしたがってサービス終了後もデータを維持し続ける限りデータにアクセスすることが可能となります こちらはデジタルコレクティブのユースケースで使われることが多いストレージとなっています。続いてデータの分析や検索についてです。ブロックチェーンを使ったサービスを構成する場合、データの分析や検索をするといったケースは当然出てくるでしょう。ブロックチェーン内のデータの検索、分析というのはとても難しいです。 なぜかというと、参照の性能というのがブロックチェーンではとても悪く、まあ、SQL のような便利なコマンドは使えません。そのため何かしらのデータの分析や検索を行いたい場合、一度 RDBMS や NoSQL にデータをコピーしてから行うといったことが定石となっています。これらについても AWS であれば Amazon Open Search Service、Amazon Quick s i t Amazon RDS が活用できます。 例えばゲームのアイテムを NFT にしたとしてもユーザーが保有しているアイテムの一覧はすぐに画面に表示する必要があるでしょうアイテムがマーケットプレイスで販売されているとしたら自分の欲しいアイテムが出品されているか検索したくなるでしょうそのような時に外部のデータベースや検索用のサービスが必要となります 続いて、ブロックチェーンと外部のシステムの連携についてです。ブロックチェーンのデータを使って外部と連携を取りたい場合というのが発生します。その場合に使用できるのが Amazon ECS や AWS Lambda です。例えば、先ほどのデータベースや NoSQL にデータを格納するときに、ブロックチェーンの更新のイベントを Lambda で拾い RDS に記録すると、いったことができるようになります。 同様にブロックチェーン内で行われている NFT の売買の記録これを自社の経理のシステムと連携する時にもラムダや ECS といったところが利用できるようになっています当然逆のパターンもあります外部のシステムからブロックチェーンにデータを書き込みたい場合例えばゲームのアプリケーションが進捗に応じてブロックチェーンに記録を残すといったこともあるでしょう例えばボスの討伐を 記念してトロフィーの NFT をブロックチェーンに記録するといったこともあればレアアイテムの獲得をブロックチェーンに記録するといったことも当然あるでしょう続いて秘密鍵の管理方法についてです前半でお伝えしたように NFT は秘密鍵に紐づ付いたアセットになります ユーザーの秘密鍵を守ることももちろん大事ですけれども忘れてはならないのがサービス提供者側の秘密鍵も当然セキュアに守る必要があるということですその時に使える AWS の鍵管理サービスは2種類あります1つ目は AWS キーマネジメントサービス2つ目は AWS クラウド HSM どちらも秘密鍵をセキュアに保管するサービスとなります それぞれぞの特徴については次のスライドでご紹介します。まず一つ目です。AWS Key ですこちらフルマネージド型の鍵管理サービスとなっています。KMS 内で秘密鍵と公開鍵を生成して署名するアプリケーションの実行基盤側にはサインとベリファイの IAM ロールを付与することで利用できるようになっています。 メリットとしては秘密鍵というものは KMS 上でのみ利用されることになりますそのため秘密鍵が外部に持ち出されるといったことはありませんまたマネージドサービスですので鍵管理のインフラストラクチャー部分の運用は不要となります鍵管理サービスを選定するときに気をつけなければならないポイントとしては鍵の形式が 採用しているブロックチェーンに対して対応しているかどうかです。例えば NFT でよく使われている Ethereum の場合 SECP256K1 の鍵形式が対応している必要があります。AWS の KMS や次のスライドでご紹介するクラウド h s m であればこちらの鍵形式に対応しています。続いてクラウド h s m です。 AWS Cloud HSM では秘密鍵と公開鍵のペアをインポートすることができます。つまり、外で作った秘密鍵を持ち込みたい、ブリングやオンキーをしたい場合に、Cloud HSM が使用することができます。こちらのケースでも、KMS の時と同様に秘密鍵が外部に持ち出されるといったことはありません。より高度なコンプライアンス要件が求められる場合、 秘密鍵を持ち込みたい場合には、クラウド HSM をおすすめします。それでは3つのポイントを押さえた構成例について、一つずつ見ていきましょう。NFT を使ったサービスというのは、ウェブアプリケーションであることが多いです。そのため、フロントエンド部分には S3 とクラウドフォーメーションで構成しています。メインの処理部分については、Amazon API e w a へ。 AWS Lambda、Amazon RDS で構成しています。ブロックチェーンにトランザクションを送付する場合の処理についてです。ユーザーのログイン情報を管理できる Amazon コグニットを使用してユーザーを識別します。コグニットのログイン情報に紐づく秘密鍵は AWS KMS や AWS Cloud HSM に保存されているので、それを使ってトランザクションに署名を行います。 ブロックチェーン内のイベントを外部のシステムに送るためにはラムダもしくは ECS を使用しますそこから先は分析基盤に保存したり他のシステムにデータを処理させたりといったことができるようになりますゲームのキャラクターの画像や動画などブロックチェーンに載せられないような大容量なデータについてはデータベースや S3 に保存すると良いでしょう 全体構成を見ると、ブロックチェーンは一部のコンポーネントであることがよくわかるでしょう。ブロックチェーンのノードだけあっても、NFT を活用したサービスは作れません。このあたりも踏まえて、どの基盤を使うか、どのブロックチェーンを使うかなどの技術選定をすることをおすすめします。さて、ここからは事例のご紹介です。まずはシンプレックス様の事例です。 コンテンテツ NFT にするのは新しい分野です、新しい取り組みをする際には適切なアドバイザーが必要でしょうシンプレックス様ではコンテンツをお持ちのお客様に対してコンサルティングから導入運用までご支援いたしますコンサルティングフェーズではデジタル戦略の策定からマーケティング戦略の立案事業計画策定など支援できることが特徴です そんなデジタル戦略の施策の一環として NFT の活用例が存在します。シンプレックス様で準備中のプラットフォームではコンテンツの世界観を忠実に再現したファンサイトをお客様ごとに開発しそこに NFT を組み込むことでユーザーとコンテンツが共存するコミュニティを形成します。アマゾンマネージドブロックチェーンの活用によりノードの構築や運用にかかるリソースを40%削減。 秘密鍵の漏洩や紛失への対策構築からサービス提供までオンプレミス環境と比較して80%期間を短縮しました AWS のサービスをフル活用しておりブロックチェーンだけでなくオフチェーンや外部のシステムをうまく組み合わせたアーキテクチャになっていることが読み取れるでしょう続いてダブルジャンプ東京様からは鍵管理についての事例です これまで秘密鍵は個別に管理されるか暗号化されてサーバー上に保存されていたためセキュリティ上の課題が発生していましたそこでダブルジャンプ東京様では NFT の発行や暗号資産の送金スマートコントラクトのデプロイなど NFTWeb3 領域の事業をスムーズかつ効果的に行うための鍵管理製品を提供し秘密鍵の紛失や流出秘密鍵管理の内部統制 NFT 発行ミスなど NFT ビジネスにおける様々な運用課題を解決しますダブルジャンプ東京様のセッションもございますので詳しくはそちらをご参照くださいさて本日のまとめです NFT を活用したサービスに必要なブロックチェーンのノードをどのように運用するのかについてマネージドサービスを活用することで運用負荷を減らすことができるということをお伝えしました またブロックチェーンに保存するデータについてはブロックチェーンだけで NFT を使ったサービスというのは作れないということをお伝えしましたそこで必要に応じてオフチェーンつまりブロックチェーンの外も活用していくことになりますオンチェーンに関しては他社と共有する必要があるデータ対改ざん性が必要なデータが適していますオフチェーンは検索や分析など参照系の処理や 大容量のデータの保存が適しています秘密鍵の紛失を防ぐためには適切な鍵管理サービスを活用しましょうということをお伝えしました管理者であっても秘密鍵が見られないようにすることができるようになりますさて最後にサンプルコードのご紹介です NFT を開発する方向けにサンプルコードをご提供しております 本日ご紹介した三つのポイントが含まれていますので、ぜひご活用ください。ご清聴ありがとうございました。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。セッションはお楽しみいただけましたでしょうか。五月二十五日、二十六日の開催期間中。 皆様からのご相談をチャットにて受け付けております。AWS セッションの視聴画面からはスピーカーに直接質問をいただくことが可能です。また、さまざまな技術質問が可能なアスクアンエキスパートのコーナーもご用意しています。AWS 導入の最初のステップや見積もりについて知りたい方は、クラウド導入相談コーナーのチャットより相談希望と記載ください。皆様からのさまざまな質問をお待ちしています。